はい、こんにちは、ギバチャンネル、ケンジです。今回ですね、トレフリップが裏乗りになる人、ね、トレフリップが 裏乗りで乗れない人が多いと思うんで、それの改善方法をお伝えしていこうと思います。で、今回ね、また若いんですけど、今日はね、服装と服の色、服装、髪型かぶりまくりのアサトにまたね、で、何日か前初トレをメイクしたんで一緒にやってもらいましたんで、彼のトレも紹介しながら裏乗りになったり、まあ、表になる、それのね、裏乗りが多い方はワンポイントアドバイスで改善すればなと思ってハウトゥー作りますんで見てください。で、その前にチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますね。されてない方まだまだいっぱいいるんで、ぜひお願いします。じゃあ早速ね、動画をまずね、トレフリップを見てもらって、その後に直し方ですね、本当にワンポイントのアドバイスなんですけど、まあ、2つ言いたいことがある、2ポイントアドバイスかな、やらせてもらおうと思うんでよろしくお願いします。めっちゃファッションそっくりな街歩いてたらね、息子の年なんですけどね、兄弟と間違われてほしいですけどね、息子の年齢なんですけど、アサトです。で、最近ちょこちょこ手伝ってくれてます。インスタもやってるんで、彼が言うんでフォローしてあげてください。どうぞ。今罰ゲームで、アインシュタイン .6 になってます。フォローよろしくお願いします。もう受験生なのにスケートばっかやっててまあスケートバカなんで応援してあげてください。で、トレですね、トレの裏乗りする方の多い理由ね、こう技を回した時にテールを弾くんじゃなくて潰しちゃってる人が多いんですよね。潰しても弾いた場合ってフリップが回り出すのが180ぐらいしてからで回り出して裏乗りが多いんですよね。で、本当に上手い人って一瞬チッて音がするぐらいジョリってなってたら潰してるんですよね。最後まで踏んでこう回すからフリップ回転がスタートが遅くて、で、しっかりこう弾いてしゃくれてる人、音が本当一瞬な人はパンって弾いた時点でこの辺からもフリップが回り始めてるんで
しっかりフリップ回るんですけど、じゃあ理由が潰してる可能性があるっていうのが分かったらどう直していくかっていうのは、まあ微調整が効く人であれば同じスタンスで若干最後まで踏まないように意識するだけでも変わるんですけど、自分の場合は調子が一時期悪くて今までずっとこれぐらいビスから指2本ぐらい後ろにこういう風に乗ってたんですけど、それを結局ちょっと下げることによってテールの距離が変わるんで、自分は今結局指4つ分ぐらい後ろに乗るように変えて、それからね、割と表になるのが割とね普通になってきたんで、こういう微調節の仕方もあるんで、ただやっぱりこう尖ってくる部分に乗るんでちょっと感じが変わるから最初やりにくい方もいると思うんですけど、自分もこれに慣れるまで少しかかったんですけど、慣れてしまえば普通に回るし、で踏みすぎたり潰したりすることがなくなってきたんで、まあ試しにこういうスタンス変えてみる人もね、変えてみる人っておかしいな、変えてみるのもいいと思いますんでね、ぜひやってみてください。これで改善される場合もあります。でまあこういう気をつけ乗りするとか片足しか乗れないっていう人は別のね動画が作ってるんで、それもリンク貼っておきますんでそちらを見てください。じゃあね、トレのね裏乗りの改善方法はこんな感じです。本当に音を意識してシャクル弾く、もしくはスタンスを少し後ろにしてテールと地面の距離を離してあげることによって、この潰してたのをまあちょっと離れたことによってしっかり弾くぐらいの距離にスタンスの変更で修正するっていう2つでした。ぜひ参考にしてください。はい、今回はトレフリップの裏乗りの改善方法でした。どうでしょう、参考になったでしょうか。本当ね、こういったねちょっとしたことでトリックって改善されることがあるんで、皆さんもこう行き詰まった時は少しスタンスを変えてみたり体の向きを変えてみるとかね、そういうので大きく変わることがあるんで、ぜひ試してみてください。ただね、試す時に正直こう 1,2 回してダメだって思うのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。それが体に馴染むのにちょっと時間かかると思うんで、何回かやってちょっとでも窮屈だったりやりにくいかなと思うけど回転はいいなとかがあれば、それでちょっと少しね辛抱してやってみるといいんじゃないかなと思います。じゃあね、次回もねいろいろまたアップしていきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。でコメントがあればね、改善していけるようなね、なんとかアドバイスいろいろ考えていきますんで、コメントぜひぜひ待ってます。で最後まで見ていただきありがとうございます。いいね忘れずにお願いします。でね、もうコメントも言ったし登録もね皆さんねきっとしてくれてると思うんでね、よろしくお願いします。じゃあまた次回のビデオで会いましょう。バイバイ。